イエラウルフとはアメリカ合衆国アラバマ州キャズドゥン出身のラッパー、歌手、ソングライターである。2010年に発表したミックステープトランクミュージックレイから60が全米ビルボードアルバムチャートにて最高164位を記録したことから一気に知名度を獲得。その後もトップヒートシカーズアルバムスチャートにて長期にわたってランクインした。その後、 エミネムの主催するメジャーレーベル、シェーディー、インタースコープと契約を結び、多数の作品をリリースしている。ライブでのイエラウルフ1979年生まれ、ネイティブアメリカンと白人のミックス。活動初期の頃は、オーディション番組やミックステープでの活動を通じて、人気を獲得していた。その後も、様々な人気ラッパーとの客演を経て、現在のシェーディー、 インタースコープと契約。2011年には、メジャーデビューアルバム、レディオアクティブもリリースされた。ライブでのイエラウルフ2007年に、メジャーレベールのコロンビアレコードと契約を結び、アルバム、フィリン、アンドロースン、インスモーアルトーン、USA のレコーディングを行ったが、結局リリースされずに終わった。2010年11月20日、メジャーレベルのインタースコープレコードを通じて、 ミックステープ、トランクミュージック0から60を発表。現在までに、全米で7万5千枚以上を売り上げている。収録曲、グッド2号は、ゲームセインツロー、ザ・サードに使用されている。2011年9月27日、メジャーデビューアルバム、レディオアクティブをリリースし、初週に4万1000枚以上を売り上げ、全米ビルボード200にて初登場27位を記録。 2012年11月13日、トラビス・バーカーとの共同ミニアルバム、サイコ・ホワイトをリリース。全米ビルボード2 0にて、初登場49位を記録。2014年、エミネム主催レーベル、シェイディレコードのコンピレーションアルバム、CDXB に参加。エミネム、スカイラー・グレーと共同で、ツイステッド、単独で、ダウンと、ティル・イッツ・ゴーンを発表。 2015年4月21日、セカンドアルバム、ラブストーリーをリリース。2017年10月27日、アルバム、トライアルバイファイアをリリース。2019年3月29日、アルバム、トランクミュージック3をリリース。2019年11月1日、アルバム、ゲットを買うボーイをリリース。スタジオアルバム、ありがとうございます。